はい、どうもこんにちは。インスタグラムで使えるフレーズを投稿しているカノトでございます。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は5月3日の水曜日ということでね、今日も1日頑張っていきたいなと思うんですけど、皆さんおそらく今日からゴールデンウィークが本格的に始まる方も多いと思うのでね、ぜひゆっくり楽しんでもらえたらと思います。で、僕もですね、昨日まで休みをいただいてまして、っていうのも、まあ、以前からね、何度もお話ししてる、こう、アメリカの友達が遊びに来るということでね、なかなかこんな機会もないと思うんで、彼もね、以前日本に来たのが4年前とかで、その時はね、僕もまだ知り合ってなかったんで、なのでね、もうがっつりそこのね、期間だけは空けて一緒にこう観光とかできたらなっていう感じで、ちょっと長期でね、3、4日間休ませてもらったんですけど、まず初日はですね、彼を、まあ、実家に招待して、まあ、それもね、以前動画で言ってたんですけど、でね、おかんと妹が料理をしてくれて、まあ、なかなかね、こう、海外に行った時とか、その友達の実家に行って手料理を食べるとかってなかなかないと思うんですよね。僕もね、彼にウェブサイトを作ってもらったり、いろいろしてもらってるんで、まあ、僕の力じゃなくて、まあ、僕のおかんと妹の力なんですけど、を借りてね、どうかね、こう、なんかおもてなしをできたらなと思ってね、そんな感じでさせてもらいました。っていう感じでね、彼も結構お土産とかでね、アメリカのお菓子とかをめっちゃ持ってきてくれて、ちょっと面白いようなものもね、一緒に食べながら、なんかそういう交流ができてよかったなと思います。で、そういうのをしてるとね、なんか僕も思ったのが、一番最初に英語を好きになったきっかけっていうのがね、そういう人との交流ってすごいいいなというか、そういうね、語学を通して何か文化を学べるってすごいいいことだなと思ったんですよね。なのでね、なんかそういう初心に戻った気持ちがしたので、僕もね、まだまだこれから力を入れてね、英語を自分自身も頑張っていきたいし、そういう楽しさがね、あるっていうのをね、また配信できたらと思います。という感じでね、今日からまた張り切って頑張っていきたいなと思います。はい、そしたらそんな感じで英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、今日は何の話をするかというと、観光するってね、フレーズについて、続いて紹介をしていきたいと思います。これね、意外と言えそうで言えないフレーズだと思います。皆さんこれなんていうかわかりますか？これ英語で言うと Go sightseeing のようにことができます。これでまあよくね聞く買い物に行くとかっていう同じ感じで、Go 何々ing の形でね Go sightseeing っていう感じでね覚えてもらえたらと思います。じゃあ今日もね、発音のコツも見ていこうと思うんですけど、まず注意が必要なのが、この sightseeing の部分ですね。これまず一つ目の注意点が、sight の t の部分ですね。ここの部分ほとんど聞こえなくなるようなイメージで OK です。なので、sightseeing のような感じですね。かすかに聞こえるぐらいでいいかなと思います。そして、sightseeing の g の部分ですね。これもまた破裂音になるので、基本的には消える形で OK です。なので、go sightseeing のような感じですね。で、最初の go の部分もね、これも説明していこうと思うんですけど、これ実は go って伸ばす感じじゃなくて、go 最後にね、うが入る二重母音になります。なのでね、go ではなく、go のような感じで、うを入れてあげると、よりネイティブっぽく発音できるかなと思います。はい、そしたらね、今日も例文たくさん用意しているので、その中で使いながら発音とセットで覚えてもらえたらと思います。じゃあまず一つ目の例文なんですけど、一つ目が、明日観光するつもりだ。どこかにね、旅行に来てて明日観光するつもりだとかっていう時ですね。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I'm going sightseeing tomorrow のようにことができます。まずね、これも見ていこうと思うんですけど、これ実は未来のことを表してるんですけど、ここでは現在進行形を使ってるんですね。これよくね、未来のことを表すときでも、準備が整ってる場合などは現在進行形を使うことが多いです。なのでここでは、I'm going sightseeing のような感じになってます。で、最後に明日なので tomorrow を置いて表現してます。で、これもね、発音の注意点も見ていこうと思うんですけど、まず I'm going、この going の g の部分、これもね、破裂音になるので、破裂音っていうのは次に母音が続かないときは音がなくなります。なので、I'm going のような感じになります。going っていう感じでね、強く発音しないように注意してみてください。で、going sightseeing。さっき言った t と最後の g もね、あまり聞こえないようなイメージですね。で、最後の tomorrow もそうなんですけど、この t の部分ですね。これが t っていう感じで強くならないように注意してみてください。これも schwa の音になるので、t のようなイメージです。tomorrow のような感じですね。はい、そしてね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、私たちは先週アメリカで観光した。どこどこにね、旅行に行って観光してきたよとかって言った時ですね。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、We went sightseeing in the US last week.のようにことができます。これもね、ちょっと発音難しいかなと思うんですけど、一つずつ見ていこうかなと思います。まず文法なんですけど、先週観光したっていうことなので、過去の話ですよね。
なのでここでは go の部分を went に変えて文章を作ってます。We went sightseeing。で、その後なんですけど、どこどこを旅行する、国をね、旅行するとかって言いたいときは、in を使って表現します。なので、アメリカっていうのはね、いろんな言い方があるんですけど、the US とかっていう感じでね、言うこともできるので、in the US になります。で、最後に、先週っていうのを置いてあげたらいいので、last week を置いてます。で、これもね、発音見ていこうと思うんですけど、まず、went sightseeing の部分ですね。この went の t もこれ破裂音になるので、母音が続かないときは音が消えます。なので、we went sightseeing のような感じですね。went って感じでね、強く発音しなくて OK です。で、次の sightseeing は今まで言った通りなんですけど、これその後に in the US っていう感じで母音から始まるんですよね。sightseeing の g で終わって、その後母音から始まるので、そういうときはリンキングします。なので、sightseeing in the, in the みたいな感じで、ちょっとね、ぎっぽくなるんですよね。ただこれがギっていう感じで強くなりすぎないように sightseeing in the, in the みたいな感じですね。で、意識してもらうとより自然になるかなと思います。で、この the の部分はいつも出てきてる th の発音になるので、上下の歯で舌を挟んで the US、 the US のように発音してもらえるといいかなと思います。で、最後の last week の t もここでは発音しないので last week のような感じで発音してもらえるとね、より自然になるかなと思います。はい、そしたらね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、カナダに観光に行こう。カナダに観光に行こう。友達とね、旅行の計画をしてて、カナダに観光行こうよとかっていう時ですね。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、Let's go sightseeing in Canada。Let's go sightseeing in Canada。これもね、見ていこうと思うんですけど、まず何々しようよとかっていう時をね、Let's 何々を使って表すことができます。この let's の後には動詞の原型が入るので、今回の場合だったら let's go になりますね。で、先ほど言った通り、その後に国名などを置く場合は in を置いて in Canada とかっていう感じで言うことができるので、 let's go sightseeing in Canada のような感じで言うことができます。で、これもね、発音も見ていこうと思うんですけど、先ほど言った通り let's go sightseeing in Canada、 この g とね、 in がまたリンキングするので、 let's go sightseeing in Canada にのような感じで発音してますね。この G と母音のリンキングって結構あったりするのでね、これも意識してもらえるとより良くなるかなと思います。はい、そしたらね、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、日本で観光したの？日本で観光したの？これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、Did you go sightseeing in Japan? Did you go sightseeing in Japan? のような感じで言うことができます。まずはね、今回も過去の話をしてますよね。何々したの？っていうことなので、過去形の疑問文で文章を作ります。なので、最初は did から始まって、did you go sightseeing？ のような感じになります。で、先ほどと同じ通り、日本でっていうことなので、in 何々ですね。これもしね、他の場所に変えたいときは、in Osaka とか in Nara とかっていう感じでね、場所を変えてあげても OK ですね。なので、ここで言うと、did you go sightseeing in Japan？ のような感じになります。で、ここもね、毎回出てきてる通り、G とね、I のリンキングを意識してもらえるといいかなと思います。で、他の部分で言うと、この Japan の部分ですね。これ実は日本の方でも発音できない方多いですけど、まずね、最初の J、J の部分、これ、シュワーの音になるので、これね、アーとウーの中間音の曖昧母音って言われます。なのでね、う、う、のような感じの音でね、J、J。で、次の Pan の部分なんですけど、こちらに関しては、アーと A の中間音なので、Pan。パーっていうよりかは、ペン、ジャペンのような感じですね。なのでね、それも意識すると、より日本っていうね、発音も綺麗にできるかなと思います。はい、そしたら今日は観光するという意味の Go Sightseeing について紹介させてもらいました。これもね、よく使えるフレーズなので、ぜひ皆さんも練習して、今回ね、旅行する方はぜひ使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.